タコタイムはアメリカ合衆国のファーストフードチェーンである。メキシカンを中心としたメニューでアメリカやカナダに約300の店舗を展開する。1号店は1960年にロン・フレドリックによりオレゴン州遊寺院に開店した。創業者のロン・フレドリックはオレゴン州遊寺院の出身で当初は父の作った企業で石油関係の仕事をしていた。 しかし1958年に妻の親戚を訪ねた際、タコススタンドを営む親戚に出会った。タコスが気に入ったフレドリックは1959年にナショナルタコを設立。1960年には母校オレゴン大学の近くに最初の店を開店し、大学生の人気を集めた。1962年には最初のフランチャイズ店をワシントン州タコマに開店した。 1971年には社名をタコタイムインターナショナルインクに解消。1970年代には西部7州に48店を展開するまでに拡大した。1978年にはカナダのアルバータ州レスブリッジにフランチャイズ店が開店し、最初の国外店舗となった。1979年にはワシントン州で1962年から店舗を 営業していた店主が独立、タコタイムノースウェストを設立して、ワシントン州西部独自に店舗展開を始めた。1987年には、日産グループの共同出資で、日本法人タコタイムジャパンが設立され、ケント・ギルバートが社長に就任した。一時は25店舗を展開したが、1991年に日本法人は解散した。 1990年代には、クウェートやギリシア、キュラソー島にも進出した。2003年、アリゾナ州、スコッツゲールに本拠を置き、複数のフランチャイズチェーンを保有するコホルデコープに買収された。2016年にはそのコホルデも、カナダのモンタレフードグループインクに買収されている。ウィキメディアコモンズには、タコタイムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。